いーちゃん推しありがとうございます。ホリちゃんシェアハッピー、安馬コレクターさんこんばんは。わ、お名前に11番ありがとうございます。たっくんさんこんばんは。のりさんシェアハッピー、あすこさんシェアハッピー、あっきーさんシェアハッピー、りょうたくんシェアハッピー、ホリちゃんこんばんは。じゅんじゅんさんシェアハッピー、たかしさんポッキーちゃん推しありがとうございます。フラペチーノさんやっぽー、グアドリさんシェアハピー、おゆゆさんシェアハピー、りょうすけピンクさんシェアハピー、中島さんポッキーちゃんしありがとうございます。リンクさんシェアハピー、りょうじさんこんばんは。大北向さん始まりました。今日週初めのショールームも来てくれてありがとうございます。甘いトマトさんシェアハピー、まるともちゃんさんこんばんは。右田ピポさんこんばんは。くもはさんこんばんは。かおるさんシェアハッピー、ひろっちさんやっほー、ふくちゃんこんばんは、なおっきさんこんばんは、りょうすけピンクさん紅茶ありがとうございます、りんごさんこんばんは、はんなさんポッキーちゃん推しありがとうございます、わんさんシェアハッピー、ちずこちゃんさんシェアハッピー、ふくちゃんポッキーちゃん、ふくちゃん、みきみきさんこんばんは、 XL さんこんばんは、赤帽子さん来てくれてありがとうございます、なおきさんポッキー調子ありがとうございます、きよさんごちそうさま、くろさんこんばんは、おたまちゃんさんシェアハッピー、ひょうさんこんばんは、やすゆきさんシェアハッピー、おかゆさんシェアハッピー、かずやゆうさんシェアハッピー、かめさんこんばんは、マリンブルーさんこんばんは、しげるさんこんばんは、24フレットさんこんばんは、オトピアンシェアハッピー、イハクさんシェアハッピー、直樹さんレインボースターありがとうございます、大木とみきさん一貫全力でニヤニヤしてしまった、してください、真顔で、真顔よりニヤニヤして。ノノノンガさんシェアハッピー、カメさんチョコがけのバラありがとうございます、マルヒロさんシェアハッピー、ビミさんシェアハッピー、オキトムキさんあシェアハッピーしようとってありがとうございます、まず青もかわいい、今日は青です。武田さんポッキーちゃん推しありがとうございます、おはようございますさん、おはようございますさん、いつも初見ですって言ってる。たかしさんシェアハッピー、りょうじさん、おはじきに名前書きながら見てるよ。おはじきに名前、おはじき、おはじきって、あの、結構ちっちゃめのやつですよね。おはじきに名前。しんいちさん、こんばんは。あーつさん、シェアハピー。ザッキーさん、やっほやっほー。エビちゃんさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。しんいちさん、シェアハピー。みどろさん、シェアハピー。ともあきさん、はじめまして。初見コメントありがとうございます。じゃあ、ここで。自己紹介しようかな。 ST48 第3期生オーディション参加中のエントリーナンバー11番、よかったらポッキーちゃんって呼んでください。広島県出身、高校3年生17歳です。尾崎セレカさんが大好きです。応援よろしくお願いします。ラウリさんシェアハッピー、深緑さんこんばんは、はずみさんこんばんは、まーちゃんさんシェアハッピー、おいさんシェアハッピー、レインボーさんシェアハッピー、しんいちさんハートありがとうございます、ホセさんシェアハッピー、ワンさんいちごありがとうございます、としろうさんこんばんは、栃木のすーさんこんばんは、けんたさんボッキーちゃん推しありがとうございます、ツイートとかもありがとうございます、 N164 さんシェアハッピー、アンバさんシェアハッピー、クモハさん昨日無音だったんですね。コンリュウさんこんばんは、仕事終わったお疲れ様です、皆さんもお仕事お疲れ様です。ジュンジュンさん、ワンさんみんな呼んでくれてる。コナンさんシェアハッピー、トマキさんルームフォローしましたってありがとうございます、まだの方がいたらよかったらフォローもお願いします。
コロマンさんこんばんは、初見コメントありがとうございます。カズボンの福音さんこんばん、ポッキーこんばん、ポッキー。12番目のゆきさん、バラありがとうございます。武田さん、ポッキーさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ボボックスさん、シェアハピ、シェアハピ。コンリューさん、明日、そうなんです、配信明日できなくてごめんなさい。トシちゃんさん、ポッキーちゃんし、ありがとうございます。ダブルセブンさん、こんばんは。クマさん、今日はおせつきで見てます、ありがとうございます。コナンさん、ファイト、ありがとうございます。海幸、山幸さん、こんばんは。マサムネさん、ポッキーちゃんし、ありがとうございます。りょうたくん、ゆうさん、やっほー。りょうたくん、50ポッキー、ありがとうございます。じゃあテロップ書いて、オープニング曲に行こうかな。ティガーさん、こんばんは。ティガーさんだ、こんばんは。じゃあ準備に参りますね。今日のオープニング曲、星この世界から東京が消えた。
オープニング曲はもう満を持してですね、花は誰のものでした。ありがとうございました。あ、たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。花は誰のもの。お、ひわわさん他の配信見てたけど来ましたって、ありがとうございます。アイスレモンさんごちそうさま。わざポニーテール可愛すぎてありがとうございます。ナンさんシェアハッピー。ゆうとくんポッキーチェンシャンしか勝たんってありがとうございます。花だり来たわ。おきてむきさんタグつけてくれたら嬉しいです。花だり、ハンナさんハートありがとうございます。ボボクスさんやっぱり巻いてありがとうございます。ふくちゃんピンクのオープンありがとうございます。大木智樹さんこの歌声聞きに来たってありがとうございます。モン吉さんこんばんは。ふくちゃんピンクのオープンたくさんありがとうございます。かおるさんピンクのオープンたくさんありがとうございます。りょうずくんピンクのペンライトありがとうございます。大木智樹さんこれから歌のレッスン積んでいけばきっと大成するよ。ありがとうございます。頑張ります。ひろのりさん、シェアハッピー。DJ ウィンセン、ヨンさん、こんばんは。まさきちろうさん、初見です。あ、初見マークついてないけど、初コメかな。ありがとうございます。りょうじさんこのくらいがちょうどいいねってありがとうございます。ケイブンさんこんばんは。りょうじくんファルセットを待って途中一回失敗しちゃったけどありがとうございます。こんしろうさんポッキーちゃん推しありがとうございます。くもはさん落ちたびミラーボールありがとうございます。はんなさんポッキーちゃんの歌でぐずってた赤ちゃん寝たありがとう、抱っこしながら見てありがとうございます。はんなさん赤ちゃんいるんだ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。りょうたくんミラーボールありがとうございます。くもはさんピンクのペンライトありがとうございます。しょうさんこんばんは。はなさんピンクのアップありがとうございます。かおるさんピンクのペンライトありがとうございます。ふくちゃんレインボースターありがとうございます。ひろゆしさんほーってありがとうございます。はんなさんレインボースターありがとうございます。皆さんパチパチありがとうございます。りょうたくんそう高音苦手なんですけどうますぎるんだからありがとうございます。パチ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 ありがとうございます。皆さんりょうじさんお見事ありがとうございます。ワンさんかっこいいありがとうございます。コニーさんいつ聞いてもうまいってありがとうございます。カオルさんうまありがとうございます。フクちゃんすごい良かったってありがとうございます。大木たむきさん声優も好きだから特にあ好きだから声にうるさいです。将来は声優にも挑戦してほしいな。声優かでも確かに私アニメ見るの好きだしでもね難しそうだけど確かにやってみたいなと思います。ケントさんレインボースターありがとうございます。ケンタさんいっぱいレインボースターあるジュンジュンさんよかったよってありがとうございます。スワッカさんこんばんは。グッさんこんばんは。スワッカさん花だる間に合わんかったってまだエンディング曲があるのでぜひ聴いていってください。くんしずきさんシェアハッピー。大木たむきさんタグはもうポッキーちゃんってつけてくれたら嬉しいです。あとポッキーちゃんは STUAAA もつけてくれると嬉しいです。ケイブンさんハートありがとうございます。ひろのりさん栄光やねってありがとうございます。嬉しい。ひろさんこんばんは。りょうたくんつけてほしいタグあったらどんどん言ってね、つけるからってありがとうございます。いつもいっぱいつけてくれて嬉しいです。横山三郎さんおつー、お疲れ様です。コザックさんこんばんは。
四つ葉さん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。黒さん、お疲れ、ありがとうございます。しんいちさん、ハート、ありがとうございます。バースさん、結婚してかける10、ありがとうございます。 OK したわけではないですジノラゴさん、お疲れ様って。ジノラゴさんもお疲れ様です。コリンさん、声優か、ポッキーちゃんだとスパイファミリーに例えたら、ヨルさん、ヨルさんかヨルさん、アーニャさん、アーニャさん、沖田美希さん、タグ了解ですって、ありがとうございます。ヤッシーさん、こんばんは。ヤッシーさん、シェアハッピー。花馬さん、シェアハッピー。しんいちさん、ツイートしてみるね、某先輩メンバーにバレないようにってツイートもいつも見させてもらってます。いろたくさんの方ありがとうございます。しんいちさんもありがとうございます。見ますね。今日は花だれは結構代表曲ってもあると思うんですけど、今まで撮ってました、温存してました。コンリュウさん、リコチパイセンあたりだったらアンニャの真似できそうだけどね。確かに工藤リコさんのアンニャの真似絶対可愛い。レコバさん、2度目です、ありがとうございます。お帰りなさいます。2度目、昨日は尾崎セリカさんのショールーム見れました。最近見れてなかったけど、でも 2,30 分やってて、ソラハさんとずっとお泊りしてるって言ってた。お泊りとか全然修学旅行とかは別として、なんかそれ以外でお泊り会とかってすることってあんまりないから、なんかいいなって思いました。お泊りできる人がいるの修学旅行以外で言ったらもう本当に中3、でも去年したか、けどそんな頻繁にお泊り会とかってしないから、でも大人になったらさらにしませんよね多分。皆さんお泊り会とかしますかたけさん、シェアハッピー。エビちゃんさん、泊まりすぎで、なんか4日連続2月、昨日の時点で2月1日以外ずっと一緒にいる、泊まってるって言ってた。くまはさん、メンバーになったらお酒系お泊まりお邪魔できるかな。じゅんじゅんさん、お泊まり会楽しそう。お泊まりって星なんですねお泊まりって星なんだ。多分お泊まり、泊まりは星じゃないっぽい。加藤さん、こんばんは。りょうてくん、お泊まり星だ。ふくちゃん、 STU 入ったらパセリのうちに泊まるといいね止めてもらえるかな。ガッキーさん、アイス持って押しかけてピンポンすればいいよ。アイス手土産で、アイス手土産で。シアケンさん、合格して昇格したぐらいで泊まりに行きたそうだ。昇格したぐらいにちょっとちゃんとね、その時間は安山から来た。そうだから去年一回したけど、お泊まり会とか本当にしてないですね。なんかしたいねとか話すことは友達って結構よくあるんですけど、なかなか実現することが少ないお泊まり。コンリュさん、尾崎セリカさん、ソラハさんとお泊まりしてた頃、お互い寝顔を盗撮してたよ。いつものことらしい。いや、寝顔は盗撮するものですよね。なんかお昼寝とかしてる人いると撮っちゃいます。お泊まりとかじゃなくてもお昼寝とか。かげろうさん、シェアハッピー。りょうとくん、お泊まりなんてないね。やっぱ大人になったらないですよね。お仕事の出張とかでも多分一人部屋ですよね。ワースさん、ポッキーちゃん割とお泊まり会してるイメージ。いやいやいや、本当に去年1
回知ってただけ。修学旅行はやっぱりでも楽しかった。コンリさん星お泊まりね、お泊まり星になるんですね。シーサイド丸さんこんばんは。ともひろさんシェアハピー。りょうてくん撮られたこと寝顔を。どうだろう。あるかな。あるかもしれないです。一回なんか車友達と一緒に乗った時とかはあるかもですね多分。いやどうかな。ラパンさんこんばんは。ヌッシーさんシェアハピー。中村道博さんフォローしましたってありがとうございます。フォローありがとうございます。コンリさん卒業生の山下風さん、矢野ほのかさんがレッスン中のところを盗撮したのを配信、レッスン中のところを盗撮したの配信で言ったことある。レッスン中を盗撮したってことかな。いや盗撮はねしますしますでも今なんかマスクしてるから、あの普段とか自己がになりにくいですよね。普段盗撮しても。 N700 さくらさんシェアハピー。上田スポーツさんこんばんは。佐藤さんこんばんは。伊藤くんさんシェアハッピー。皆さん今やってるドラマのブラッシュアップライフ見てますか。私今なんかドラマいつもはもっと見てるんですけど、コンクールってコンクールじゃない、今のクール、今期のドラマかは3つぐらいしか見てなくて、ブラッシュアップライフ見てるんですけど、見てますか。りょうてくん修学旅行の時に周り睡眠妨害されて全然寝れんかった思い出しかない。いやでもお泊まり会の醍醐味は夜更かしですからねあの私もあれも高2の時に修学旅行行った時は1日目はめっちゃ早く寝て、あそんなめっちゃでもないけど割と早く寝て、2日目はめっちゃ起きてましたコンリさん、しかもほのたんパイセンのプリキッズが落ちた瞬間を盗撮したフーパイセン面白いエピソードだ。ひわわさんシェアハピー。わんさん見てる。ああれ面白い本当に。くもはさんそうそうそう、今って書いてのコンクールたーくんさん毎週見てます面白い。あれ面白いですよね。なんか普段ドラマとか見ないような人が見ても面白いと思う。伊藤くんさんバラありがとうございます。コンリーさんドラマの話ならコンクールって今クールが日本語にしたら何なのかは分かってないんですけど何なんだろう。マルコロイスさんシェアハッピー初見コメントありがとうございます。ホリちゃん木曜劇場忍者の結果難しい。それね面白そうだなと思ってたんですけど1話見逃した時点でもう諦めましたガッキーさん科捜研の女とかは見たことないです。昼とかもやってますそれって、なんか1回くらい見たことある気がします。渇望の福尾さんポッキーちゃん新規として頑張って応援して認知してもらうだって、認知もしてますよ海幸山幸さん修学旅行で1日目に広島のどこだろう泊まった時徹夜して友達勉え修学旅行行って勉強会したんですか。えらい。もう修学旅行行っちゃったらなんか永遠話してますよね不思議。どこから、あ宿勉強道具とかも持ってく頭すらなかった安間コレクターさん大河ドラマくらいしか見てない。大河ドラマ見たことないんですよね。大河ドラマ見たことないな。大河ドラマでしたっけ、あのなんかピアス開けたら
ドラマ出演できないみたいな。サニーさん初見ですってコメントありがとうございます。コニーさんドラマ全然見ない、全然見なくてもブラッシュアップライフは面白い系のやつですよ。よったけどドラマって1話見逃すと意外と見る気なくなるときあるよ。そうなんですよ、1話見逃すとあんまりもう見ないですね。ブラッシュアップライフと星降る夜にと夕暮れに手をつなぐかな、合ってるか分かんないですけど、それその3つ見てます。いっちゃんシェアハッピー。コンリーさん覚えてるのは結婚してくださいってドラマに元 AKB のイリアムかなパイセンが出演してたのと、とでも分かります、推しが出てたら見ますよね。分かります。マユーパイセン主演の戦う書店がある、見たことないな。書店がある、書店。福ちゃんどうする家康面白いよ。それが大河ドラマなんですか。なんか大河ドラマってもっとなんかカチッとしてカチッとしたタイトルのイメージありました。いっちゃん紅茶ありがとうございます。ゴキザリーさんこんばんは。シェンケンさんワイは大河2010年の龍馬伝だけ全話見た。大河ね。レインボーさん科捜研の女とかは再放送でたまに見てる。あ、それだ、再放送やってるなら多分私も再放送でなんか一瞬とかなら見たことあります。りょうたくん1個下の後輩修学旅行で自分たちでアポ取って会社訪問とかしてた、すごっすごっ、自分たちを売り出しに行ったんですか、会社訪問見学みたいなことですか。こうでもなんか工場見学とかはしましたね。明治だっけな、あのカールってお菓子って明治ですか、明治とかは行きましたね。でタケノコの里とキノコの山とかが作られてるとこ見て、工場とかって面白いですよね。コンリュウさんアニメだったら鬼滅、興味わからなくて1話見た後続きが気になって見続けていたら興味津々になってたって。鬼滅は私もアニメは見て、今って映画やってるんですか、なんか知らなかったんですけどやってるんですか映画。サニーさん夕暮れに手をつなぐ見とる、おあれもいいですよね。安山コレクターさんドラマ録画しても見てないの多い、私はもうスマホで見てますね全部、 TVer とかで見てます。最近はもうテレビはあの僕のヒーローアカデミアが、あまだ最新は見てない、日曜日に放送なんですけど、私ネットフリックスで見てたんですけど、ネットフリックスだと一週遅れになるんですよ。だから僕のヒーローアカデミアだけテレビで見てます、テレビで録画して。でもネットフリックスとか YouTube とかもテレビにつなげてみたりはします、大画面で。コンリーさん別に推しメンではなかった推しグループの人が出てても見ます。横浜サボロさんクールあフランス語の期間、なるほど、から今の期間急にコンクール出場したい人みたいになってましたね。しげるさんレインボースターありがとうございます。ひろのりさんお正解ですパーティーです。はずみさん本当の歴史と思わずフィクションと思って、そうなんですね、もうそんな歴史みたいな感じのやつではないんですね。面白さもありみたいな。いっちゃんレインボースターありがとうございます。しずこしゃんさんカールは西日本限定、え、そうなんですか、じゃあ東日本とかの皆さんはカール食べたことはあるけどってこと、食べたことない人もいるのかなってことは。りょうたくん行ってみたい会社調べて、え、すごい、あ、そういう修学旅行だったってことですか、自分たちでアポ取って。
アポ取るのってすごいですね。カリさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。りょうたくん、ドラマはコードブルーかな。コードブルー、なんか医療系ドラマ、私結構なんか血のシーンとかが見れなくて。そうなんですよ、コードブルーもなんか一回映画やってた時にテレビで見た時にもう無理でした。手術シーンとか。スケーモンさん、バラありがとうございます。カンリーさん、映画は上映されてない。あ、そうなんですね。鬼滅映画はやってないのか。あ、テレビで見れるんですか。やった、楽しみ楽しみ。ハリーポッターメガネのひげおじさん、バラありがとうございます。カリさん、大画面で見るの。そうですよね、大画面で見るのいい。横山三郎さん、ポッキーはメジじゃなくてグリコやん。敵情視察行ってきました全然もう1年、違う、それはメイジは中学生の時にいたからもう3年前とかの話なんですけどラパンさん、届くんかっこいいよね。私もなんか得意体質で個性生まれないかな。戦うやつじゃなくてもいいですね。でもコンリーさん、推しメンじゃなくてもアイドルがドラマ出演してたら気になるものよ。わかりますよわかります、わかります。海幸山幸さん、カール昔は関東で帰って、あ、今はってことか。へえ、でもカールってあんまり、私もでも1回とかしか食べたことない気がする。レインボーさん、尾崎スリックさんも相棒とか科捜研とかの刑事物が好きだからよく見てるよ。相棒はすごいなあんまり見たことないですね私。でもこれ言ったっけ、あの過去ドラマのミウ404も、それも刑事ドラマに入るのかな。でもあれ刑事ドラマかな。あれを最近あの放送してた時も見てたんですけど、最近2回目をネットフリックスで見ました。面白い。福ちゃん、前は日本全体全国で発売してたんだけど、今は西日本限定になっちゃった。そうなんですね。広島って何日本ですか広島って売ってるますか。熊葉さん、昔は東日本でも売ってたから分かるよ。うまい、それはうまいカールだけに分かるよ、カールだけに分かるよ。マスさん、カール食べるために西日本住んでるってことは広島は西日本か。私もカール食べるために広島住んでますね。千鶴子シアンさん、大阪出張の帰りに新大阪で買って帰るよ。カール買って帰るよ、買って帰るよ。名人さん、シェアハッピー、コメントありがとうございます。シェアケンさん、カールは今松山の工場でのみ作ってるよ。じゃあレアだ。カールってチーズ味しかない。平鳥さん、めっちゃブルーな服着てコードブルー見れないんです。なんか草、コードブルーのブルーはブルーですか。コードブルー見れないんですよ。安馬コレクターさん、カールのチーズ味は以前東でも売ってたけど、あ、薄味もあるんですね。薄味にしだけだった。コンリーさん、すごく楽しみ。俺カンロジさん推しなんよ。私はムイチローさんとかアサッチさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。クンさん、こんばんは。ドラさん、こんばんは。キンニクンさん、こんばんは。くんさん、ヒロアカみたいな話を。そうです、個性出現を待ってます。ポコちゃんさん、こんばんは。コーニーさん、別にセクシーすぎるからじゃないからねちょっと言い訳すればするほど本当になってくるんですよ。としひろさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。りょうとくん、カール美味しいんだけど口の中の水分全部持ってくんよね。わかります、パサパサになっちゃうやつ、美味しいけど。伊佐さん、こんばんは。中島さん、西日本
クリさんもありがとうございます。クーさん、カールの代わりはファミマで買えると配信で教えてもらった。え、カールの代わりがあるんですか。じゃあもうそれでじゃあもう西日本じゃない人はもうファミマでカールを買ってください。コニーさん、ディズニー映画にカールじいさんと空飛ぶ、知ってます、見たことあります、見たことあります。本当に風船で家って飛ぶのかな。ただのりジョニーさん、こんばんは。横山三郎さん、おちゃこちゃんの個性だったらミルキーとかみたいにこれ持ってって頼まなくていいから便利。私、え、でも個性使ったらちょっと酔っちゃうんですよね。総理さん、シェアハッピー。中島さん、バラありがとうございます。アイドル好きさん、こんばんは。サキパパさん、シェアハッピー。カンリーさん、おお、次のなんて読むんですかこれ、となんとかなんとか里編は、カンロジさんとトキトーさん出るからポッキーちゃんも楽しみになるよねって、楽しみです、ワクワク、うん、映画も見たし楽しみ楽しみです。バズさん、ポッキーちゃん会ったことないのに僕が広島ってよく分かったねそりゃ分かりますよ。レインボーさん、すずめの戸締まりは2回も見ました。仕事一段落したらもう1回見に行きたいです。もうね、2回見たくなりますよね、わかります。私も2回見たくなって2回見に来ました。しかもなんと珍しいことに、私って一人映画が好きで、なんかそれはなんでかって言ったら、結構涙腺弱くて映画とか何でも泣いちゃうんですよ。で、泣いてるとこを見られたくなくて、一人で見に行くんですけど、あとはなんか一人の方が自分の自由に行動できるから映画を一人で見に行くんですけど、そんな私が珍しくスズメの戸締まりは2回とも友達と見に行きました。スズメの戸締まり本当にいい映画でした。なんか最後にめちゃくちゃ泣けるし。三本の矢のサポーターさん、こんばんは。ただいま、おかえりなさい、おかえりなさい、ただいま。中島さん、結婚してありがとうございます。りゅうたくん、飛んだら怖いわ飛びますよ。なぎたんさん、シェアハッピー。三本の矢のサポーターさん、日曜日ゆなゆな生誕祭公演行きます、行ってらっしゃいませ、いいな。ラパーさん、 PR 舞台の PV エガちゃんですか。エガちゃんはもう何回も見ましたよね。もうあれは好き。今 TikTok でもあのエガちゃんの、あの昨日だっけな、石田千穂さんのあのなんていうんですかね、 NG カットっていうのかな、 TikTok に上がってて、あの動画めちゃくちゃ好きでした。コンリーさん、見たことあるんだ。当のラプンツェルも 見たことあります。ラプンツェルは結構何回も見たかもです。刀鍛冶の里って読むんだ、刀鍛冶の里、とうとうとか言っていました。刀鍛冶、あ、刀を作る人、なるほどなるほど。あ、刀鍛冶の字ってなんか二水なんですね、三水じゃなくて。島根県民ひろさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。安山コレクターさん、キョウツンと言ってなかった、それはジュラシック最新のジュラシック骨やらを見ました。あらきっちゃん、こんばんは。レインボーさん、そうなんです、2回目に行きました。感動します、本当に心が浄化されますね。ひろのりさん、隣に座って無言でハンカチ渡す係に立候補します。ありがとうございます。1枚じゃ足りないかもしれないですいっちゃん、ハートありがとうございます。三本の矢のサポーターさん、 AKB48 の初代チーム系メンバー出演のウルトラマン映画を見ました。
ウルトラマン、ウルトラマンってこういう仮面、仮面、あれ仮面なんですかのやつですよね。滋賀県さすずめの戸締まり、玉木さんと芹沢くんの小説も欲しかった。え、劇場でもらえるやつですか。なんかそう、2回劇場特典、付録特典みたいなのが、そうそう、時期によってねどんどん変わっていくんですけど、新海誠さんの本って書いてあるやつを1をもらえる時期と2をもらえる時期に見に行ったんですけど、1はなぜかもらえず、多分もうなかったんですかね、ちょうど1と2のなくなった間に行ったのか、もらえずで2だけ持ってます。でもあれなんかどんどん新しい特典出てくるから、なんか全部欲しいなって思う。コンリュウさん、鬼滅は第1話からいきなり泣きそうになったな。鬼化したねずこが大粒の投げな、わかります。あのシーンは泣ける。家族がね鬼にやられてるところに炭治郎が帰ってきたシーンも泣ける。レノハさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。お疲れ様ってありがとうございます。サンボの絵のサポーターさん、昔映画館で AKB48 のコンサート、ライブビューイングってやつですか。ライブビューイング私も一回だけ映画館で見たことありますね。映画館で見るのもいいですよね。コンリーさん、ラプンツェルの声優誰だか分かるかな。え、分かんないです。ラプンツェルの声優、分かんないです。誰なんですか。 N700 さくらさん、土日は生誕3公演に出陣。お、すごい、生誕祭いいの。クンさん、あ、最新ワールドですか。ジュラシックワールド、じゃあワールドです。しずこしゃんさん、メンバー漢字弱い定期、そういえばゆずのみーなさんも漢字さっぱりダメだったね。なぜか、うん、なんかテストとかでやる漢字は解けるんですよ。割となんか最初わかんなくても思い出せたりして書けるんですけど、なぜかここでは読めない漢字が多いみたいで。コンリューさん、鋼塚さんのことだね。ひょっとこの怒りますよね、あの人ね。毒眼流グルムさん、シェアハピー、6日目にしてミリオンって、ありがとうございます。皆さんのおかげでありがとうございます。ひろのりさん、その隣でワイも号泣してるんですけどね。でもいいですね、なんか一人で泣いてたら気まずくなっちゃうから。地獄さん、ごちそうさま。メープルさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。陽一さん、シェアハッピー。シェアケイさん、小説は3回目と4回目の特典。そうなんですね、小説いいですね。なんか絵も45分、いや、私映画化された映画、天気の子の小説がめちゃくちゃ好きで、映画だとやっぱり音声が入るから、なんかそうそう音声が入るんですけど、小説だとそれも全部言葉で表さなきゃいけないから、その言葉の表現とかがめちゃくちゃ好きで、天気の子も、天気の子が結構本当に上位に入るぐらい好きな映画なんですけど、それの小説が、小説も2回読んだぐらい好きですね。言葉で表す情景描写が好きですね。陽一さん、バラありがとうございます。入り口さん、こんばんは。新海さんの写真、天気218回見た人がいいね押してくれて、すごい。中川翔子さんなんですか、ラプンツェル。へえ。あ、お時間お知らせありがとうございます。そっか、教科書とかの漢字は予習してるから分かるのかな。小説はもう断然本派ですね、やっぱり紙の質を。ではエンディング曲に
参りたいと思います。一回お水飲もう。では あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこでそこに何も残ってない。だけどそっと目を閉じれば今日のエンディング曲は後悔なんかあるわけないでした。ありがとうございました。
そうですね、これは本当に歌詞に通じるものがありますね。りょうすきピンクさん、こんばんは。イットさん、シェアハッピー初見コメントありがとうございます。りょうすきピンクさん、ピンクのペンライトありがとうございます。りんごさん、意外な選曲、この歌も好きですね。でも全部歌うので、歌い終わったとかはいっぱい歌っていけたらいいなと思います。りょうたくん、ピンクのペンライトありがとうございます。パンさん、モラパンさんもコールありがとうございます。安山コレクターさん、そうなんです、入ってました。マータンさん、シェアハッピー。いっちゃん、ピンクの音符ありがとうございます。いっちゃん、紫の音符もありがとうございます。パンさん、バレましたか？英語若干怪しかったですよね。なんか若干どころじゃないくらい怪しかったですよね。シェアケイさん、この間岡田奈々さんが広島行った時、奈々さんとメンバープラス、あ、撮ってましたね。門脇美奈さんもいて。レインボーさん、紫の音符ありがとうございます。カオルさん、ありがとうございます。リュウタ君、今日の選曲2つともですよね。ちょっともう難しかったです。ちょっとあの最後のあの配信、また2回目歌う時とかがあったら、もっと余裕で歌えるように頑張ります。アーツさん、ピンクの音符ありがとうございます。たくさんありがとうございます。レインボーさん、赤のペンライトありがとうございます。レインボーさん、水色のペンライトありがとうございます。青か。なんざソージャホージャーさん、こんばんは。なっちゃんさん、初見ですってコメントありがとうございます。りょうたくん、ピンクの音符ありがとうございます。たくさんありがとうございます。8203、レインボースターありがとうございます。いはくさん、流れ星ありがとうございます。くもはさん、ピンクのペンライトありがとうございます。パチパチ、皆さんありがとうございます。としひろさん、パチパチありがとうございます。かめさん、パチパチありがとうございます。ひとつぶの麦もしさん、パチパチありがとうございます。しんいちさん、ピンクの音符ありがとうございます。ほっぺちゃんさん、超うまい、東京から応援してます、頑張ってね。ありがとうございます。東京から見てくださってありがとうございます。頑張ります。なんじゃそうじゃほうじゃさん、上手くなってるって、ありがとうございます、嬉しいです。ケンタさん、パチパチありがとうございます。オトピアお互い本当好きだなって、ありがとうございます、嬉しい。中村道博さん、ペダルが聴きたかったので、またってまた歌いますね、ありがとうございます。なんか聴きたいって言ってくださるの嬉しいです。今度私にの声に合いそうな曲とかも皆さんに聞いてみたい。としひろさん、だるまありがとうございます。じゅんじゅんさん、ポッキーちゃんの動画聞いてて心地よいってありがとうございます。としひろさん、いちごありがとうございます。綺麗な歌声ありがとう。中島さん、こちらこそです。タルパンさん、やっほー。この曲は他のルームでは聴けない。あ、本当ですか。美容赤さん、コメントありがとうございます。としひろさん、流れ星ありがとうございます。55分って見えたから、ちょっと壇上読まなきゃ。アザラシさん、かわいいってありがとうございます。タルパンさん、ちょっと我慢していただいて。マサおじさん、こんばんは。としろさん、バラありがとうございます。サイチッチさん、シェハピー。としろさん、紅茶ありがとうございます。タルパンさん、萌えポーズ、萌え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 。キュン。じゃあ壇上を読んでいきたいと思います。ミルクティーよろしくさん、シェアハッピー。ゆうすけさん、ポッキーちゃん推し、ありがとうございます。では壇上を読まさせていただきますね。13位、アルパカの爪さん、ありがとうございます。12位、右田ピボさん、ありがとうございます。11位、しんやけんさん、ありがとうございます。10位、かおるさん、ありがとうございます。9位、ひとつぶの麦もしさん、ありがとうございます。8位、レインボーさん、ありがとうございます。7位、りょうすけピンクさん、ありがとうございます。6位、中島さん、ありがとうございます。
では5位から。どこからカラオケ配信もしたい。瀬取りとか考えて。聞きました。5位ケントさんありがとうございます。4位クモハさんありがとうございます。3位フクちゃんありがとうございます。2位リョータくんありがとうございます。そして第1位はドゥル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 ンダンワンさんありがとうございます。今日も皆さん来てくれてありがとうございました。あ、マサヤさん来てくださってありがとうございます。トモヤさんもありがとうございます。10巻とも皆さんありがとうございます。じゃあ皆さんカラオケ配信も楽しみにしててください。今日もありがとう。あ、かいわれちゃんも来てくれてありがとうございます。タレパさん3分だけでもありがとうございます。ソランさんこんばんは、初見コメントありがとうございます。マリンブルーさんもありがとうございます。ではちょっとまた あさってになるんですけど、皆さんお仕事もお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様。ソランさん同い年だって、ありがとうございます。来てくれてマイキューさん推しですか。クモハさんもありがとうございます。ジュンジュンさんもまたねって、おいさんバイチャラポーです。バイチャラポー。かよるちゃんお疲れ様。あ、マイキューさんラブ。マイキューさんかわいい。おやすみなさい皆さん。また水曜日に。明日はないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぐんないぐんない。おやすみなさい。これ勝手に切れないかな。勝手に切れないやつですかね。バイチャラポー。おやすみーって。ソランさんおやすみなさい。バイチャラポー。バイチャラポー、バイチャラポー。また。おやすみなさい。ではそろそろ終わりたいと思います。バイチャラポー。